で、封印されちゃったんですよ、五条さんとこのサトルくん。え、ああ、はい。あ、ご興味ない？ちょっとあんた、この話はゲゾーさんから聞いたのよ。あ、やだ、私ったらごめん、あ、させ。次回、ドントー、部屋を明るくして離れてみてね。